小池正成は、日本の政治家。元衆議院議員、聖華大学社会科学学院客員研究員。父は、元三島市長の小池正臣。祖父は、元衆議院議員の小池正恩。静岡県三島市生まれ。静岡県立二ら山高等学校を経て、上智大学経済学部卒業。丸紅勤務を経て、2003年、ジョンズホープキンス。 大学高等国際問題研究大学院にて、修士号取得。大学院在学中から2004年始めまで、竜医バランティン LLP 法律事務所勤務。英国独立系シンクタンクデモズを経て、東松健造参議院議員政策スタッフを務める。2012年12月16日の、第46回衆議院議員総選挙に、静岡一区から、みんなの投稿人で立候補。 小選挙区で落選するも比例党会ブロックで復活当選。2013年12月9日、枝健次らと共に離党届を提出し、同月、U I いの党の決闘に参加。2014年9月に U I いの党と日本維新の会の合流により、維新の党所属となる。同年12月に行われた第47回衆議院議員総選挙に、静岡一区から立候補、落選した。 2015年10月の維新の党分裂に際して大阪維新の会に合流した。この時点で国会議員ではないが QY の党の国会議員経験者で大阪維新の会側に参加したのは小池のみである。2016年2月22日付で大阪維新の会衆院静岡育士部長就任が発表され2月25日の就任会見で 遺跡理由の一つに、民主党と維新の党との合流協議への違和感を挙げた。2017年9月30日、細野武氏に促され、日本維新の会を離党し、希望の党に移籍。これに伴い、民進党が静岡1区に擁立を予定していた求めりる臨地、日本証券社員の福村隆は静岡7区に、国替えとなった。 10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙で、小池は、得票数2位で落選。比例復活も叶わなかった。ありがとうございます。